林泉県は中華、人民共和国安気省を通しに位置する県。林泉県の古称は陣であり、州所には武王の息子である聖王が陣地に封じられ鎮四国を建国している。前506年、鎮四国は祭により滅ぼされ、その後祭も祖により滅ぼされて、以降はその半島に編入され、平らこし優とされた。 新朝による中国統一が達成されると軍権制が施行され、林泉県には平五市県が設置された。関代になると現在の常鎮に要件が新設され、助南軍の管轄とされた。南北朝時代になると南朝と北朝の最前線となった林泉地区では平五市、美の両県は廃止された。随朝が成立すると集権制が施行され、 583年に、陳旧県を新設、また、要県が再設置され、新州の管轄とされた。618年、当庁は、林泉県南東部に、津堤県を新設したが624年に、廃止されている。また627年には、鎮高市、美野良県も廃止、706年に、陳旧県が再設置され、現代まで添い重ねされた。民発、 林泉地区東部に相当する陳宮県は陳宮鎮に降格し、法要府英州の管轄とされた。西部に相当する京西、河原圏、上和南寺ネイフに属した。新朝成立直後は陳宮鎮は江南省に属したが、1667年に安記省が成立すると陳高鎮は岡陽県の管轄とされた。百三十五年、 林泉県が成立、国境内戦期間中は1947年10月に共産党の実行支配地域になり林泉市、林泉県、泉明県及び千南県と変遷し、1949年2月に林泉県とされ現在に至る。ありがとうございます。